週刊文春、韓国は世界一不幸な国である。世界一っていうことなんですが、この間はまあテレビでやってましたがね、大変に厳しいっていうことは目の当たりにしました。今の韓国は人々の生活が日本とは比較にならないほど荒廃している。最大の課題は膨大に膨らんだ家計負債、その総額およそ70兆円。負債の多くは不動産投資で借りた金、あるいはカード支払いの滞りだということなんですよ。韓流ブームとか輸出企業絶好調とかね、もう完全に日本を追い越した、こう豪語しているんですが、実のところそうじゃないぞと文春なんですね。で、韓国は今かつてない不動産不況に見舞われています。主婦たちの在宅手段のマンション転売はストップしています。不動産転がっていてこそ売却益が出て銀行融資も返せるが、それが今アウト、これが借金になってます。それと韓国は昔から猛烈な学歴社会です。これから冬休みに入りますと弁当3食持って図書館に行くってやつなんですよ。そのぐらいなんですね。で、家計で最大の負担になってるのは教育費。サラリーマン家庭は月収3分の1からおよそ半分、塾通いなどの教育投資。ソウルの繁華街では夜11時過ぎ、塾外の子供たちが群れをなして帰宅する。子供の将来の進学出世考えて、最近は英語塾がひときわ盛んで、英語がダメだったら人生アウト、こういう脅迫観念が広がっている。もう何が何でも大学に進め、大学進学率は 80% を超えました。今や世界でトップ水準。すると今度は授業料が払えないものが出てくる。まあ、日本人から見ると熾烈な競争と限りない上昇志向、超学歴社会こそ韓国発展の原動力で、日本の若者もここを見習うべきだという、そんな意見を言う人がいますが、じゃあどうにか大学を出たとしても次に待ち受けているのは就職難。日本以上に 3K の職場を嫌う親たち、せっかく大学にやったのにと見栄えのいい仕事をやらせたがって、なかなか就職が決まらない。そして労働者はソウル市内のあちこちで歩道にテントを張って座り込んでいる、そんな姿さえ目立つ。これが籠城テント村と呼ばれているんだそうであります。ですから、あの韓流ファンで韓国に憧れてやってきた外国人観光客はこの籠城テント村を見て、韓国の不幸を嫌おうなく見せつけられている。でも韓国の企業は日本をしのぐ勢いだと反論が出てくるが、財閥企業も今やあわやうしという状態になっている。で、韓国は貿易で幸せになってきたが、出る杭は叩かれるで、スマホ、携帯、自動車、これに対するクレームや訴訟が世界中で相次いでいる。欧米でどんどんと牽制球を投げられている。円安が進めば国際マーケット、日本製品に奪われる。経済が傾けば社会不安が喚起され犯罪が増える。報道が伝える性犯罪の多さにも驚く。韓国の性犯罪の発生率は日本のおよそ4倍という統計もある。自殺率が非常に高い。人口10万人あたりの自殺者の数 31.2 人、 OECD ワースト1を記録更新。そして最後に、韓国社会の今後最大の課題は、ここも少子高齢化。65歳以上の人口に占める高齢化率はまだ1割だが、その速度は日本をしのぐほど。運賃無料の地下鉄はすでに老人であふれかえっている。これから誰が彼らの面倒を見るのか。韓国にも今後間違いなく老いの時代がやってくると、こういうことであります。さあ、パク新大統領がこの辺りどう手をつけるかですね。竹島問題でガンガンやってる暇なんかないんですよ。Stay with me. ずっと一緒に